はい、お便りことゆうすかんでございます。お便りこと長しです。はい、ということで、はい、今日はですね、はい、まあ、かっちゃんも久しぶりの登場ということですけど、はいはい、前々からですね、はい、噂になっていたんですけど、はい、いまいちですね、はい、ちょっとふわっとしている。確かに。まあ、DTM っていうの？ DTM ですね。ダウンソフト？ダウ、まあ、作曲ソフトですかね。という。ダウっていうよりは。はい。はい、セラートのスタジオですね。セラートスタジオなんですけど、はい、これまあ、正直言って、はい、その、まあ、キューベースも、ロジックも、はい、まあ、そのプロペラヘッド。リーズンとか、はいはい、まあ、もちろんエブルトもそうだし、はい、とかってみんなめちゃめちゃ頑張ってるから、そうですね、ちょっと埋もれてるなっていう感じもするんだけ ど、はい、なるほど、はっきり言ってこれ紐解いてみたら、使ってみたらめちゃくちゃ面白いし、本当そうですね、こう、はい、ダウ作曲したいよっていう人でも、はい、なんか違うな感とか、はい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 、がある人が、はい、今さ、MPC とかめっちゃ売れてるじゃん。はい、あとマシンも売れてるじゃん。はい、で、それって、はい、結構 DJ の人が、はい、なんか、エイブルトンとかやったけど、よく難しくてよくわからんとか。なるほど。まあ、そういう層もかなりやっぱ流れてる気がするんですけど。完結できるというか。完結できるというか。はい、で、それって、やっぱり、その、例えば、エイブルトンとか、ロジックとかでこう、いや、作曲するの、と、はい、MPC とかマシンで作曲するのって、はい、パッドで叩いた方がすげえやっぱ感覚的だし、はい、現場っぽい感じがあるし、確かに、うん、はっきり言って、はい、なんか、まあ俺もかっちゃんも曲作ったりするけど、はい、別になくっても別にできるんだけど、そうですね、ただ、はい、そのね、二人ともまあ DJ もずっとやってきた中で、はい、感覚でノリで作れる楽しさっていうことも、はい、一方では知ってる。そうですね、だから MPC とか、はい、マシンとか売れるってのすごいよくわかる。そうですね。そんな中で、DJ の人が、はい、だったらこれ使うといいよっていうのを、はい、本当にこれはおすすめしたいなと。そうですね。いうふうに思います。はい、で、はっきり言って、はい、なんか作曲ソフトっていう概念を超えてるっていうか、はい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 、ちょっと、こんだけ革新的なものって結構俺久しぶりだと思ってて、そうですね、確かになんか入りやすくてっていうのはなんかないかなかなかないかもしれないですね。そうですね、はい、ということで、はい、今日はですね、かっちゃんにちょっと説明をしてもらおうと思います。わかりました。で、はい、どうせ、はい、どうせって言ったらあれだけど、はい、結構もう感覚的にもノリで作りたいだけなんでみたいな、はいはいはい、人とかが、はい、に見ていただきたいので、そうですね、もう全部の機能とか、はい、学校の授業みたいな感じで、はいはい、説明するのやめて、はい、とりあえず一曲作ってもらおうかなと、はい、で、まあ、かっちゃんに、いろいろ、要所要所で、喋ってもらいながらと、はい。で、まず、まあ、洋介管理の方から、はい、めっちゃ特徴言います。めっちゃ特徴言うと、はい、なんと、はい、セラートのコントローラーが使える。おー。これですよ。素晴らしい。ですね。はい、これがあるから、はい、DJ の人もめちゃくちゃ入りやすいと、はい、そうですね、はい、うん、いうことなんで、セラートユーザーの人はもうこれでやっちゃってほしいなっていう気もしますよね。はい、で、遊びでもいいから、はい、やると驚くほど楽しいので、そうですね、いう感じですね。はい、はいはい、じゃあ早速なんですけど、まあ環境なんですけど、まあ、Mac でやってて、はい、今回は、パイオニア DJ の DDJ SB3。 SB3を、まあ、普通に USB 接続で繋いでるだけと。ということですね。いう感じですね。はい。で、セラートスタジオの音も、こっから出るの？出ます。うお、これで、うお、ちょっと流しますけど。あ、どうしよう。反応が。うん。おぉ。うん。そういう感じで。もうこれで。はい、もうインターフェース代わりというか、まあ、ここでいけるんだ。そうですね。やばい、インターフェース買わなくていいんだ。いきなりやばいですね。そうなんですよ。うん、うん、なるほど、なるほど。まあ、作曲始めてみようと思うと、ソフト買って、うん、インターフェース買って、うん、みたいな感じだと思うんですけど、うん、もう、こういうの持っていればすでに、うん、これがインターフェース代わりになるので、まあ、逆に言うとソフトだけ手に入れれば、セラトスタジオだけ手に入れれば、もう手にできてしまうと、スタートできると。うん、要は、はい、もう、
ミディコンとインターフェースがもう一体になってるみたいな、めちゃくちゃいいですね。そうですね、わかりやすい。てか、はっきり言って、これ、オタレコでやんないといけない案件ですね、完全に。そうですね。はい。いう感じですけど。はい、で、一応、まあ、こっちに別画面で開いたんですけど、これセラートのサイトで、うん、DJ ハードウェアっていう項目が、この中にあるんですけど、うん、トップページからだと入れる項目ですね。うん、で、ここにこうチェックボックスがあって、スタジオってチェック入れると、これがスタジオで使える機種ですよっていう。使える機種、使えない機種っていうのは一応存在してますので、はい、気になる方はまずここをチェックしていただくという感じなんですけど、うん、まあ、SB3 は今使ってるのもあるんですけど、うん、初代から SB から SB2、そして SB3 全部対応してますね。へー、すごい。N V で、遡るとどうですかね。NV 懐かしいですね。うん、SX の初代。やばい。SR の初代。うん、ミックストラックプロ2とか、ね、やばい、ね。うん。とかですかね。なんでまあ VCI300 とか。うんうん。うん、ちょっと前そこはダメ。過去のセラートの対応コントローラーっていうのは。使えないですね。ベスタは1個も入ってないね。あ、そうですね。うん、で、デノン、うん、MC6000 とかないですね。あ、MCX8000 があるけどね。8000ありますけど、6000はないですね。うん、なんかあるんだろうね。そうですね。まあ、うん、一応そういうのはあるんですけど、てか、まあ、パーティーミックスが入ってる時点でめちゃくちゃやばいですね。どういうことなんですかね、これ。謎のパワーバランスですよね。間違いない。うん、で、まあ、こういうスクラッチミキサー、まあ、セラート DJ のインターフェース内蔵のミキサーも対応してるのはしてると。ああ、DJMS9 も。はい。へぇー。曲はないんですけど、パッドとかも使えるよっていうところで、うん。対応してるのがあると。はい、面白い。ってか、もうすでに面白くないですか。そうですね。もうなんか DTM の、ちょっとなんか、そういう小物系の人とかなんか知らんけど、はい、ちょっと今だったら、何ですか今、昔で言う小室系って今だと何系になるの？ちょっとわかんないけど、まあ、そういう、新生、文化系新生オタクみたいな、あの感じじゃなくって、はい、なんかそういう、ちょっと万引きして捕まった人とか、はい、そういうちょっと勉強全然しない人とか、はいはいはい、めちゃくちゃ語弊のある言い方したけど、ちょっともう、まあ、B-boy っていうか、カウンターカルチャー系の。カウンターカルチャー、うまいことです。はいカウンターカルチャー系の万引きした人とか、ひどい。サグライフって感じですね。サグライフ。サグい人とかは、はい、なんていうの、DTM の審査オタクの人じゃもうこれできないですからね。そうですね。コントローラー変えって話になっちゃうから。はい、そうですね。うん。だから、コントローラー持ってる人はもう、優越感に浸りながらやってもらう。そうですね。持ってる人でとか、うん、あとはまあ、DJ もしたいし、作曲もしたいって考えてる人とかでもいいですよね。間違いない。まあこれをこれ、後々セラートスタジオを入れたいって思ってるけど、DJ もしたいって方で、まあ、この辺で SB3 とか選んでもらえば、うん、まあ、DJ が始めて、うん、よし、時が来たっていう時で、うん、じゃあセラートスタジオ買おう。うわぁ。で、いざ作曲をという。なるほど。はい、ちなみに、はい、これっていくらするんですかね？ですね、すみません、ちょっと僕、パッて出てこないんですけど。ちょっと聞いてくるわ、荒川くん。荒川くん。そうですね。まあ何を調べましょう。そう。だから結局インターフェース買わなくていいし、まあ DJ を多分始めてる方がヘッドホンも持ってると思いますし、スピーカーも DJ のモニターもあると思うんで、既存の今のその DJ やってるシステムはこういうパス、DC スタンドとかでこういう風にこうやってやってると思うんですけど、このままじゃあ作曲を始めてみようという風で入れると。マイクいけるんですかこれって。はい。マイクいけるんですか？マイク入力。マイクの録音はできないです、ね。あ、録音はできないんですか？レックあるの？サンプリングは基本的にデータから引っ張ってくるので。ああ、はい。はい、23,000円。23,000円。税別。税別。いうことなんで、はい、安いのか高いのかよくわからないんだけど、そうですね、はっきり言って、はい、まあこれも見てもらえばわかりますけど、完全唯一無二なんで、はい、これぐらいのお金はね、払ってあげてください。もうめちゃくちゃ本当よく作ってくれたっていうことなんで。そうですね。はい。
2万3000円を。プラス消費税。プラス消費税を払えば、世界が広がると。そう。で、シリアルをゲットできるんで、マイセラーといって、シリアルぶっ込めば、もういきなりそれで使えると。ということですね。いうことです。はい。では、これは、もうすでに、認証済みのソフトになってますけど、うん、ちょっと、まあ、トライアルみたいなのもありますよね。フリートライアルで、うん、まあ、ちょっと試してみようかなみたいなので。あ、そっか、もうそれでもみんなできるから、ちょっとやってみてもらって、もう全員入れちゃってください、無料で、うん、これは完璧だなと思ったら、まあ、ポチッとして間違いない、はい、はい、という感じで、まずはじゃあ、いや、もうどんどん早速、はい、ちょっとやっていきたいんですけども、うん、アイコンはこういう感じですね、うん、紫色の丸で、セラート DJ プロとかこういうふうなシリーズで、ライトとかの緑色の丸のマークだったと思うんですけど、うん、セラトスだとこういう風に紫色のちょっと稲妻みたいな、そうですね、デザインですね。うん、でも最初セラートスタジオを触る前に、うん、セラートサンプルを触ったんですよ。ほう。まあ、実際曲作りは別のソフトでやっていて、うん、で、まあ、サンプリングするのに何が便利かなと思ってて、で、セラートスタジオ、あ、セラートサンプルっていうのを、まあ、セラートが出しているそういうサンプラーのプラグインなんですけど、それがすごいいいよっていうのをちょっとこう聞きつけて、うん、ポチッとしちゃったんですけど、うん、それがめちゃくちゃ良くて。あ、いいんだ。めちゃくちゃ良かったです。へぇー、やば、俺めちゃスルーしてた。めちゃくちゃ良くて、へー、今ではもう、ほぼ絶対使ってるんですけど。あ、マジで？はい、使ってるんですけど、そんなセラートサンプル。もうめちゃくちゃ売れっ子ですからね、今。はい。セラサンプルの機能がもうこのまま入ってる、格納されてると。え？あ、一緒だ、なってんの？まあ、セラートサンプルでできるサンプラーの機能がもうこのままここに入ってるんで。あ、じゃあ、スタジオ買えば、セラートサンプル買わんくっても、はい、それなりにできちゃう。サンプルの機能がついてるんで。おー、すごい。はい、へぇー。もうその時点でワクワクしてたんですけど。あ、そういうことか。はい、で、それにプラス、うん、そのドラム組んだりとかシーケンサーでこう、曲を作っていけるっていうので、うん、かなり期待してて、で、まあ、いざ触ってみましょうっていうことで、うん、ちょっとやってみたんですけど、どっから説明すればいいですかね。まあ、立ち上げのところから、ちょっと今こうやって開いてるんですけど、うん、最初はニュープロジェクトってやると、うん、ドントセーブ。これも英語ですか、全部。そうなんですよね。まだ全部英語なので、はい、ちょっとわからないところが多いんですけど、うん、その、毎回調べれば、まあ、こういう意味だな、みたいなのが出てくると思うんですけど。まあ、ノリで。そうですね。うん、で、落としておくな。ちょっと立ち上げ直すとですね、うん、このマークちょっと古いんで、立ち上がるのはちょっと遅いんですけど、うん、こういうふうに最初の画面で、ほう、ニュービート、うん、ニュー DJ エディットで出てきます。で、まあ、ニュービートは、まあ、ビートを作る。で、DJ エディットっていうのは何かっていうと、まあ、マッシュアップみたいな。要は、うん、元々のある曲にちょっとドラムつけてみませんかとか、うん、そういうのがやりやすい仕様になってますよと。まあ、できることはほとんど一緒なんですけど。別に、どっちがどっちでもいい。まあ、どっちがどっちでも、まあ、入りが、こっちだと最初に曲を、1曲をロードして、そこに付け加えていってくださいね、みたいな仕様があって、こっちは1からドラムプレゼントみたいな感じなんで。っていうのと、あとは、さらにですね、ニュービートウィズは、テンプレート。ジャンルに合わせたこうテンプレートがもう存在してて。すごいですね。なんでまあ、ちょっと。横もあるんだ。あ、そうです。まあさらに。インディーロックかもですね。ダブステップは。はい、レゲエ、ダブル、はい。へぇー。さすがに演歌はないですね。演歌はないですね。演歌はないです。演歌あったらシャンソンとかも入れろみたいな話になっちゃったから。では、本当に曲ってどうやって作っていいんだろうわかんない。どうやって作っていいかわかんないって方だったら、もう、こういうテンプレートから始めてみるってのもありかなというところで、はい。なんですけど、まぁ、あ、ちょっと今回はもう一から作るっていう風なんで、はい、あえてテンプレート触れずに、やると、うん。なるほど。あと、さらに、デモソングっていうのがあって、へぇー。こうやって見ていくとですね、ジャストブレイズのなんか作ったビートとか。おぉ、仲いいもんね、セラードとね。仲いいですね。動画も、紹介動画もありましたけど、なるほど。シンプルヒップホップデモとか、うん、シンプル EDM デモとか、うん、でもこのセラードスタジオを使って、
作り込んだよっていう、でも、もうここで触れるんで、まあ、ここからちょっと切り崩して。ああ、知らん、わけわかんない人は、そのデモを見て、こう、お手本みたいな。お手本みたいにしてもいいです。ただ、見てみたんですけど、うん、ちょっと正直わけわかんなかったんで、うん、混乱しそうな感じもありましたね。できれば触らん方がいいかもしれない。まあ、あんまり、まあ、なんかちょっとこれ、じゃソフレーズがなんかこれってどうやってやってんだろうみたいな思った時に、うん、こういうの見てもらって、ここはこういうふうに配置してんだなとか、そういう見方もありかもしれないですね。うん、なんかその、ちょっとこう自分でパーッと触れるようになってきた時に、まあ、参考にしてもらうみたいな。なるほどね。いきなりこれ見ちゃうと、ちょっとさすがに。まあ、パキパキになってんだよ。パキパキ、だいぶパキパキですね。うん、はい。で、まあテンプレートから言ってもらった方がいいかもしれないですけど。うん、はい。という、まあ、ちょっと前振りがあり、で、これは、リーセント、まあ僕がちょっと試しに作った曲の、あれですね。こうやって見れたり、ここから開くことができたりとか。なるほど。ちょっと今回ニュービートというふうに立ち上げます、うん。そうするともう最初から、こういうふうになってるんですけど、うん、まずこちらが、ドラムのセクションというか、うん、あ、そうやって動かしてるんですね、うんうん。こういう、まあ、ラックになってて、うん、で、もう早速ちょっと触ってみますけど、うんうわぁすごい、はい、聞こえますかね、すごいですね、ちょっと808ちょっと押していいですか、どうぞ、あのね、はい、マジで、はい、普通のあの SP404 とか、はい、あの MPC とかみたいに、はい、マシンとかみたいに、はい、完全に連動してますね、なるほど。しかもディレイもめちゃめちゃ少ないですね。確かに。はい。そうですね。もういきなり嬉しいですね、これ。嬉しいです。うん、でもこれ、この時点で逆に言うともうなんかテンション上がるなっていう。いや、間違いない、はい。もう作ろうっていう気になりましたね。はい、もう普段使い慣れてこう DJ コントローラーにいきなりもう。で、こういうふうにもう出ちゃうんで、うん。画面も変わるんだね、これね。そうですね。うん、で、押してる音色っていうか、まあ、この、まあ、これキックとかスネアとかですけど、押したところの、うん、サンプルが動くと。で、基本的にこちらがサンプルで、多分、WAV なのかな？フォーマットは、うん、WAV の音源、うん、音色がサンプルとしてかかるというような方式になってると。で、まあ、ここに Q があって、これがこのまま、こうやって流れてるよっていうような。なるほどね。イメージですかね。それはもう各場所に格納されてて、押すと、ほー、ああ、で右のここも光るんだね。そうですね。うん、ここが光って、うん、なるほどね。で、ちょっとまあ、うん、これが大枠なんですけど、うん、でまあ最初から作り始めとして、うん、この左から行くとですね、まあ BPM ってなりますけど。うん、まあ、120、まあ、ちょっとどうですか、ちょっと僕、ヒップホップしか作れない。まあ、100ぐらいでしょ、ね、うん、100。で、いきなりここでキーっていうのが出てきまして、うん、よくなんか、ですかね、コードとか、うん、ルートだの、うん、なんかマイナーだの、メジャーだのとかっていう人がいますけど、うん、まあ、感覚で、うん、やれるよっていう、まあ、感覚というか、まあ、ここである程度、まあ、とはいえ曲なので、うん、キーというか、うん、ルートは必要なので、うん、まあ、それをここでもう最初から設定していただけるといいですね、まあ、C なので、どうですかね、うん、どうの、これはメジャーとマイナーマイナーになってますかね、うん、まあ、マイナーだとちょっと暗い感じで、メジャーだとちょっと明るいこう方向に行くというようなイメージというか、なるほど、ね、設定ですかね、うん、まあ、これにしといてもらって、はい、で、まあ、それは最初の設定、まあ、なんでこれを先に言ったかっていうと、うん、後でサンプルを突っ込んだ時に、うん、なんかそっちにが勝手にこのキーに合わされちゃうんで、うん、なんか後でちょっとややこしくなるんですよね、どっちのキーだったっけみたいな、なんか、なるほど、そのサンプルぶっ込んだ時にこのキーになっちゃうんで、うん、あれみたいになっちゃうんですけど、はい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 、っていうのがあるんで、変えるなら後で変えた方がいいかな、後で変えた方がいいですかね、うん、か、まあ最初にもう俺はもうなんか、うん、B マイナーで行くんだみたいな、うんうん、なんかありがちなのが、うん、鍵盤とか触ってると、うん、大体みんなこうファーストタッチとか耳馴染みのある
音で、例えばもう C だったらずっと C で同じ曲作り続けちゃうみたいな結構人がいて、その時に、ね、まあちょっと、はい、今日は気分的に B だなとか、ちょっとランダムに変えていくみたいな、そういうのもやりやすいのかなという、なるほどですね。ちょっと B にしておきましたかね。で、早速、まあ、これがドラムなので、打っていきたいなんですけど、はあ、まあ、普通ダムだったら、うん、まあ、こう、ちょっとメトロノーム変えるのっていいか。で、これで。ちょっと早いなし、こういう風に。めっちゃいいじゃん。レックを押しながら、打っていけば入っていくんですけど、まあこれはこれでスタイルとしてありですね。なんですけど、うん、これ自体今こうやって僕ボタンを押しますけど、クリックでね、クリックでも打てると、うん、あーそうなんだ、はい、じゃあもうリアルタイムでリズム感のない人でもいいんだ、そういうことですね、こういう風で一瞬にしてできますね、ビートはドドとかで、これちょっと違うなと思ったらもうかかっていればもうこんだけで、うん、メトロノーム外せば、うん、はい、もうこれでビートができちゃうんで、うんうん、もう逆に言うともうこれでラッパーに落とせばビートメーカーっていういやいやそうだよね、最短距離ですね、うんうんうん、まあこれはまあだよね、はい、で、うん、これがシーン1ってサイズってなってまして、要はじゃどんどんチャラで、まあ1小節とかですね、うん、あ、なるほど、で大体構成だとまあ4小節区切りとかで作っていくのが多いのかなと思うので、うん、このシーンとところをプラスっていうのがあるんですけど、うん、このしていくと1,2,3,4 というふうで、まあ、4小節分がこれで出ますよと、でこれ流してみると、うん、おお、このまま、うん、めちゃくちゃ見やすいじゃん、はい、出てくると、まあ、1に戻してもらって、うん、じゃあちょっと、発音とか。うん。で、これを伸ばしましょう。反映されない。最初にやらないといけないですね。すみません。あー、なるほどね。うん。こうかな。最初に作ったやつが伸ばすと反映されるんですけど、うん、後でもう伸ばしちゃうと、ちょっともう。できない。空になっちゃうんで。うん、もう打っちゃいましょう、じゃあ、うん、あっという間にできちゃうの、そうですね、今みたいな、おもうこれでドラムとか簡単に組めますよっていうですね、なるほど、はい、よくパターンとか、まあ、今僕こう、まあ、なんて言えばいいですかね、まあ、いろんなこう、うん、ドラムの音色だったりに合わせて、うん、まあ、なんかよくあるブンバップだったらブンバッブンバンバンってあると思うんですけど、うん、そういうパターンがよく分かんないって人もやっぱいると思うので、ほう、そういう人は実はあの、うん、ここにメイクっていうのがあってやばいですよこれはい、これ消しちゃいますね、全部、うん、これ押すとですね、うん、勝手にマジっすか、ドラムパターンを、はい、かっこいい、こういうおしゃれなドラムパターンも、でこれさらにこう押していくとですね、いろんなパターンを、あ、これでもちょっと変えればいいみたいな、そうですね、かっこいい、いやーすごいっすね、このビートを記憶して、あ、こいつセラートサンプルそのまま使ってるな、みたいな。みんな覚えとくといいかもしれない。一輝くんが失笑してますね。もう俺の存在意義は、みたいな。まあ、ちょっとこれかっこいいんで、じゃあこれにしましょうかね。はい。さっき打ったんですけど、ちょっとなんか完成されてるんで。うん。いいっすね。では、これで、やると思う。うん、これで、4小節分、もう、パターンができてると。めちゃくちゃ、はい。なんか作ってみようって気になるわ、これ。早いんですよね。早いわ。本当に早いです。すごい。で、ちょっと今っぽい、ちょっと808
っぽい感じの、うん、まあ、今の流行りっぽいビートでちょっとやってみようと思うんですけど、うん、ハットの連打みたいなのは結構ハットのロールですかね、うん、ロールが結構流行ってる、流行ってるっていうか、まあよくやるんですけど、うん、ドゥルルみたいなやつですか。ドゥルルみたいなですね、うん、このグリッドって押すと、ほう、ここに出てきて、はい、これ今、こう区切りがこういう区切りなんですけど、あ、色でちょっと違いますね。そうですね、うん、で、これをこうやってやると、ね、すげえじゃん。さらにこう細かく刻めるというか、これは作った配置ですね。そうですね。で、まあ、こんな感じで、え、これだと 3連符になるんですね。3連符の、ごめんなさい、3連符のかけるんです、ね、倍ですね、倍ってことですね。ごめんなさい、こっちがやったことですね、うん、これが3連符になってかける。で、3連符って結構ロールでよく使うんですけど、まあ、例えばまあ適当にこうかけると、うん、今わかりましたかね。ちょっとわかりました。テテテテテテテって言って、これですね。これが逆に言うとこれだけでもう合間っぽいねみたいな。いいっすね。はい、うん、ね、あともうこう全部連打しちゃいますけど、連打しちゃうと、はい、あ、今っぽいですね。ああ、三連符いいっすね。三連符いいっすね。三連符はもう必須ですね。必須。はい。でもちょっと一輝くんの顔がなんか心なしか怒ってる感じ、ね、そんなことないですよ。そんなことないですよ。こんなこんだけ簡単でいいのかって、ね、そうですね。ちょっといろんなところに3連符で連打を、もういいじゃんこれで、はい、やばいですね。やばいねこれ、面白い、はい、みたいな感じで、もうこれで4小節区切りのパターンができました。すごい。だいたい4小節区切りのパターンを作っちゃえばもうアルミにも曲が完成したと言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、どうですか。そうですね。これね、いや、間違いないっす。マジでね、今日はもう一輝くんカメラやってますけどね、はい、ちょっと はっきり言って、まあみんなそれなりにクロートでさ、やってるけど、はい、やばいよね。やばいですね。その本当に、これ初心者用とかっていう、はい、その初心者のおもちゃ的な、はい、そういう次元を超えてるし、はい、この3連符の打ち方の、はい、ここだけさ、はい、3連符のやつになるとか、めちゃくちゃ見やすいじゃん。見やすいですね。はい、うん、すごいこれ作った人。そうですね。デフォルトでクオンタイズかかってるんですよね、レコーディングに。あ、そうですね。さっき。ここにクオンタイズのマークがあって、ここも一応こういう風に選べますけど。あ、クオンタイズっていうのは勝手にリズムが適当に、あ、そうですね、こうやってずれても、ピタッと合わせてくれる。でリズム感がない人でもノリで作れちゃうってことですね。で、まぁ、あ、ちょっと32分の1までしかないんですけど、十分でしょ。まぁ、あ、十分と。逆に言うと、うん、なんかそのダウとかだと128分の1とかありますけど、まぁ、あ、これで十分でしょっていうことを言ってるわけですね、曲作る。あの、うん、今の流行りのビートだとこれで作れるよと、うん、いうようなことを、まぁ、あ、よりシンプルにシンプルにいろんな部分をしてるというような、わかりやすくしてるというのは。今っぽいですね、はい、で今ちょっと、まあ、こうやって組んでたんですけど、へ、ちょっとコントローラーに戻ると、うん、これ画面を見ながら、すごい、やってあのこっちも見ながらあのやってみると、こう分かりますかね、これすごい、今これ、ね、右チャンネルの縦フェードを動かしてますけど、画面の、うん、ミックスってところのこの右側のところですね、これ連動されてます。フィルターとかですね。あ、フィルターも使える。フィルターも使えますね。で、あとはロー、やばいっすね。やばいじゃん、はい、原因。いや、これね、はっきり言ってね、素人の人もあいいなーって思うかもしれないけど、クロートの人もどよめいてると思う。どよめいてますね。やべえなみたいな。いや、これをちょっと駆使してみると、うん、これはこのこ右側のこのセクションのドラムのこの音色、ドラムラックに対し、ドラムキットに対しての、うん、ボリューム調整になるんで、イコライザー、でこれを、うん、ちょっと再生します。ごめんなさい、再生がここでできますね、うん、こっち側の再生、右側のトラックのこの再生がここのコントローラーの再生になってるんですけど、うん、まあ、連動してますね、これそれいいじゃん、はい、この後ごめんなさい、これここがレックボタンですね、ちょっと、あ、そうなんだ、はい、これ、まあ、
それ今気づいたっぽい感じですか？あ、違います。いや、今気づいたんかなって。ドラム打った時にしれっとやってたんですけど。ああ、そうなんですね。はい、あ、言い忘れてたわけです。はい。で、じゃあちょっと流しますね。うわもう、DJ というかの感じで。もうこれできますね。はい、へぇー、はい。あ、これって、はい、記録できるんですか？それはできない。おそらくですけど、もう、これはパターンの中で、うん、こう固定でやってもらうしかないです、ね。ああ、なるほど、ね。はい、で、個別でやりたい場合は、うん、選択した、このサンプルがこっち側に来てるので、ほう、こっち側のこのセクションを触ってもらうと、これが連動されます。あ、サンプルパターン、これでできるんだ。そういうこと、ね。やべえじゃん。はい。これで、まぁ、ちょっと、これ今、このスネアですけど、これでスネア、ボリューム調整。できたりとか、わかりますかね、フィルターで、普通の。すごい、見てる方ね。作った人偉い。偉いですね、本当に。すごい。はい、で、個人的にはこのクラップの音が、うん、で、このクラップの音が気に入らなくて。うん。もっと、もっと乾いた音が好きなんですけど。あ、やっぱり。はい。うん。で、その場合は、このクラップ、うん。押してもらうと、ラップのサンプルが出てくるん で、うん、で、このリバースですね。リバースじゃないかな、リリースですね。うんうん、これ今デフォでこっちになっちゃってるんですけど、はい、これが、うん。あ、デフォでこっちになってたんですけど、うん、音的、あ、いいのか。いいですね。リリースを。そうですね、うん、リリースなんで。こうか。うん。個人的にはこれぐらい、カラッとしたのが好きなんで、まあ、これ音作りもここでやれちゃうと。すごい。こっちのスネアの音よりクラップの方が好きなんで、うん、多分今っぽく、より今っぽくなると思います。ちょっとこれ一回ピスで、すごいな。なんか、はい、なんか適当な人がやるとあれだけど、かっちゃんがやると余計によく思えるよな。なんかしたね。違いないです。なんかあるじゃん、そういうの。なんか一緒の目玉焼きなんだけど、作る人によってとか、DJ でもあるしさ。ありますかね。うん、じゃあ、ちょっとこれ一回クラップを取ってみます。こっちの方が多分。まあ。ちょっと今っぽくないですかね。しっかり音の分離もいいですよ。音の分離もいいですか。うん、悪くないわ、ほんと。こういう感じで、まあ、ドラマは組めましたと。はい。はい、で、まあ、ベースとかもやっていきたいんですけど、うん、まあ、せっかくなんで、まあ、さっきセラートサンプルがすごいいいですよっていう話をしたんで、もういきなりサンプルをぶっ込んでみます。いや、もうやりたいです。はい。はい、で、どうですかね、それこそですね、まあ何でも本当にいいので、まあ既存の曲でもいいですし、はい、なんか変な、なんか映画音楽とか適当に CD とか引っ張ってきてもらって、うん、まあ、もちろんその著作権とかあると思うんですけど、まあ、個人で楽しむ分にはいいと思うんで。うん、ですね、個人の楽しむ範囲で。はい、楽しむ範囲でやってもらう。はい、で、まあ今回はですね、ちょっと、うん、あの著作権のもろもろあると思うんで、あのいつもお世話になってるスキンジェルさんの、EP が、この間リリースされたので、その方からちょっと。パクリ放題ですね。ありがとうございます。はい、サンプル音源じゃなくて、あの音源を、はい、ちょっとサンプルとして使ってみようと。なるほど。はい、いいなと思う人はもうダウンロードしてくださいね。使いたい放題ですね。はい、ぜひぜひ。はい、では、これ、で、これ面白いのが、うん、あの、セラートを使ったことある方だと、うん、あの、見覚えがあるようなあの光景だと思うんですけど。間違いない。クレート、まあ、DJ とかよくあのもう夢にも出てきますね。はい、あのセラートの中でこう作る、うん、まあプレイリストのボックスみたいなやつなんですけど、うん、これがこの連動されてて、まあ iTunes ももちろん見れるんですけど、セラートを使ってるセラート DJ を使ってる感覚で
サンプルエラーができると。ということは、ここも実は連動してると。うわ、はい、てかもう完全 DJ のできるね。そうなんですよね。これ DJ じゃない人は、何をうわって言ってんだみたいなかもしれんけど。DJ の人やばいよね、これ。で、勘のいい方だったら分かると思うんですけど、うん、押すと、まあ、タブですね。バックでこう。まあ、本当これは全く一緒ですね。すごい。コントローラー普段使ってる方、ここで触っちゃう人もいると思うんですけど、うん、こうタブでこうやって、ここも。割とコントローラーだけでできるね。割とコントローラーだけやれると思います。で、まあ、さっきの選んで、うん、ロード、うん。ってやると、これ今、スティングレイさんの部分入りましたよ。そして、さらに、このフラッターが動くと。これ動きますね。いや、これさ、これ、まあ、俺も実は もちろん触ってるんですけど、はい、これがいいよね。あ、これがいいですね。もうサンプリングの、もう本当にこう、ちょこっとの、頭のさ、頭の何秒みたいなさ、はい、あの、ミリセック単位のところで、はい、ガッて出るのか、ファッて出るのかで、はい、違うじゃん、サンプリングの感じが。それが感覚的に できる、最終回答ってジョグダイヤルだと思うんですよ。なるほど。で、これはもうほんと NPC とかよりもはっきりと上です、はい。うん。そうですね。だから NPC にほんとはジョグダイヤルつけてもいいぐらいな感じ。もう、あまりにも良すぎてむせましたけど。はい。うん。確かにそうですね、うん。なんでジョグつけないんだろうなって思うぐらい使い勝手いいですね。いい。はい。うん。だいたいみんなこう、今タッチだとこうやって。そう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 。やったりとか、まあ、こうやってますけど。うん。ジョグダイヤルっていう、この幸せな感じですね。いや、ほんとそう、はい。うん。DJ コントローラーを使うならではのっていうことですね。うん。で、ぶっちゃけもそこはもうほんと NPC ライブとか、はい、マシンとか、はい、そんなんは操作性余裕で超えてますね。そうですね。うん、これに関してはね。サンプルはめちゃくちゃしやす、早いというですね。で、ちょっとかけてみますけど。うん。西さん、これキーって、ちょっと待ってくださいね。G ですかだったはずです。でも E マイナーって出てますね。ラじゃないの。あれあ、ちょっと。A じゃないの。コード進行は覚えてるんですけど、キーは。あ、キーは。まあ。どこってやってたっけな。一応、これ。本当に作ったんですか本当ですね。一応、キーの、うん。シンクが、うん、あ、これ、こっちが BPM のシンクで、うん、これをやると、まあ、デフォはこれ、74ですかね。はい。で、それに対して、シンクってやると、うん、これ、まあ、100で作ってたんで、さっきの曲が100の BPM にシンクされて。これですよ。これすごいですよね。すごい。早い。早いですね。すごい。早い。探偵でやるともう、こう、ピッチで合わせたりとか、あと僕、ベスタの、PDX 使ってるんですけど、ウルトラピッチっていうのが、うん、ウルトラピッチっていうのがあるんですけど、うん、それでも革新的だなと思ったけど。違うとこ、あったみたいな感じでやったりしてますけど、まあ、これは一発でやれちゃうと。しかもマスターテンポが効いてるから。そうですね。で、こっち側が、キーですね。このシンクってやると、うん、キーシンクもできる。キーシンクもできると。うん、これでもデフォで Em って検出されてるけど、そうなんですかね。今なんですかね、そしたら。じゃあ、いいですね。じゃあ、今のことで。はい。で、Em にしましょう。面白いな。はい。で、どうですかね。変わってますか？あ、音は、これ、合ってます。原曲のキーですね。原曲キーで。はい。BPM が多分、74から100になってますかね、うん、なってないですね。なってないです。なってない。多分、なんか、検出の方法があって、うん、使ったっていう感じですね。ならないか。多分、倍速みたいな感じの、テンポで合ってるのかもしれない。あ、はい、であとここにかける2ってのがあって、うん、究極なのはこれでもう出ました倍速サンプリング。倍速サンプリングって結構その
きっちりした BPM で倍速にさせるのって意外と難しいっていうか、手間がかかるんですけど、まあ、さっきのウルトラピッチとかもありますが、レコードでやるときにもうわけわかんないんですけど、あの、これ一発でやれちゃうっていうのもまたいいですね。いいっす。チャカカンとかやりたいですね。チャカカンとかやりたいですね。で、各キーもちゃんとこれで、シンクしてくれて、まあ、トランスフォームみたいな。こうやってると勝手にキーも変えてくれるんで。使えますね。まあ、はっきり言って、もうこの、まあ、トランスフォームというか、だけで、その、小説ごとで、そのキーを変えていったりだとかしたら、もうそれで展開できちゃうもんね。そうですね。はぁ、素晴らしいです。で、これ今多分、なんか、ぶっ込んですぐに多分、勝手に。で、ポイントが、ランダムに。え、これってかっちゃんがつけたやつじゃないの？あ、じゃあ違いますよ。もう勝手に、入れたら、出てきました。すごい、はい、おすすめのところっていう。そうですね。で、ちなみにこれあの普通に DJ で使ってる Q ポイントが設定してある場合は、はい、それで確か出たはず。そうですね、うん、そこもいいですよ、ね、そうですよね、うん、で、ちょっとセレクトールでアイテム消しちゃってちょっとサンプルを取り直しますね、うん、多分使えるのはこの頭ぐらいかなと、っていうのは、まあ、ドラムとか入ってくるとサンプル取りづらいんで、いいですね、はい、なので、まあ、ちょっとこれもちょっと、うまいように。もう、あの、権利関係クリアできてるっぽいんで、丸使いしましょう。僕、後で訴え出したら大笑いです。イエーイみたいな、みたいですね。まあ、ちょっと、端的に。おーい、すごい。え、すごい。もうこれ DJ 的にホットキーを打つ感覚でやってるだけっすよ、これ。そうですね。素晴らしいです。はい。早い。何それ、ちょっと場所も悪いなと思ったらこうやってすぐ修正もできますし、ね。すごい。すごいっすね。そしてさらにあの原曲が良すぎますね。原曲が素晴らしいですね、うん、はい、ご注文はこちら。ただ今自分で適当にパッと打ったんですけど、うん、ちょっと刻みすぎちゃったんでちょっと失敗でしたね、すいません。あ、ダメなんだ。もう一回やります。セレクトで、かっちゃんの美学に沿わなかったらしいです。あの、なんかよく刻んで、うん、なんかプレミア風って言えばいいんですかね、うん、なんかやる人いるんですけど、うん、ちょっとそういうのじゃないと。僕のスタイルはそういうのじゃないですね。あの、もうループを使うっていうのがいいんで。今日はもうかっちゃんの好きなようにやってくれって言ってる。僕、家のいいとこでちょっと。こんな感じで、こうすると。ちょっとヒップホップっぽい気がしますね。そうですね、うん、じゃあ早速ちょっとこれでドラムを流しつつ、おサンプルを入れていこうかな。この瞬間がたまらない、はい、うん、まあ、そういう感じなんで、まあ、ちょっと試しに、すごいっすね、はい、で、これ今正直あの BPM を触りましたし、まあ、キーはあれですけど、こんだけ触って、うん、どうですかね、音の劣化とかって感じましたか。その元の、まあ、原曲を作った人がいますけど、どうですか。感じないっすね。やっぱり、すごくの精度がすごく高いと。これは、はい、あのセラートのですね、はい、ピッチコントローラーのスピードを遅くしたり速くしてしても音が劣化しないっていうピッチンタイムっていうプラグインがあるんですけど、はい、そこの技術が活かされてるっていうことですね。はい、はい、うん、
もともと、セラートが、そういう、あの、ピッチシフト系のプラグインで有名だったという。そう、もともとそういう会社なんだよね。はい、もうみんな今 DJ って感じだけど、実は違うんですよね。そうそう、なんか、本領発揮して、ついにこう、なんか、クロスオーバーしたみたいな。間違いない。感じですね、まさに。はい、お湯芸だよね、そうですね。てかもうそれ、もう、今のやつでさ、もう、それっぽいよね、十分。あ、もうそれっぽいですね。へぇ、ちょっと撮ってみましょうかね。さっきの感じでやったなと思うんで。ぽいっすね。で、まあこれでサンプルをまず入れました。だいたいまあ上音でサンプルを使って、あとはベース入れてとか、なんかちょっと、なんか、あの、ストリングス入れてみたりとか、そうやって曲作っていくと思うんですけど。で、まあもちろんサンプルもやれます。かつ、はい、ちゃんと、ソフトシンセの音も入ってると。で、ここの、エデ、アド、インスチュルメンツですね。え、どこですか？この部分ですね。あはい、でさっきも言ったように、アドサンプルっていうのを押した上で入れてもよかったですし、うん、さっきのやつはもう直接入れましたけど、うんはい、でこれちょっと分かりづらかったのが、うん、これってなんか作るじゃないですか、はい、で、あの、どうやってこのトラック消すんだろうと思って、なんかコマンドデリートとかしてたんですけど、うん、なんか単純に選択して、うん、デリートだったっていう、ああこれはちょっと意外と分かりづらいっていう思いましたけど、まあシンプルでいいなと思うんですよ。まあ、という感じで、まあ、アドインストゥルメンツで、インストゥルメンツをこう、ラックを作って、でそれに対して音色を入れていくんですけど、うん、こっち側に、左下。そうですね、うん、インストゥルメンツで、もちろんこれも、ここで選べるんですけど、まあ、インストゥルメンツですね。で、オールって書いてありますけど、うん、まあ、デフォルトで入ってる音色がここで全部入れますよ、みたいなのなんですけど、うん、じゃあ、ちょっとベースを入れたいんで、ベースにして、やばい、ベースって書いてあるね、ちゃんと。はい。ギターとかベースのハットって。で、この、めっちゃいいな、これマジ。これですね、このマーク押しとくと、こうやって。あ、もうコントローラー触れば、それで。そうですね、サンプルの音の音が出る。今これ今っぽいんで、じゃあこれにしましょうか。うん。で、ロード。で、ここで入りました。はあ。さっきの開いたやつに入れるのはこっちですね。こっち入れないと反映されないと困る。新たに開いちゃうんで。うん。二つ開いてますよ。あ、そうか。一個消すか。一個消しちゃいます。はい。で、うん。まあ、キーボードをまあ、ミディキーボードを持ってる方は、まあ、ミディキーボードをつないでやればもちろん。あ、できるの？ですけど。一応ここで、すごいオンキーボードでできると。あ、ここがもう鍵盤になってんだ。はい。なんでまあ、よくセラートユーザーの人でここでなんかキューピッてやったりしますね。その感覚でまあ、入れていただけるんで、まあそれはそれで、すぐやれるのかな。すごいなぁ、はい。なんかさ、レッドブルの大会とかさ、はい、これで出るやつとかいたら面白いよね。面白いかもしれないですね。確かに。それもありですね。DMC とかこれで、よく見たらこれ使ってたみたいな、結構衝撃だよな。そうですね。で、一応これが E のマイナーですね。うん、マイナーとかはあまり気にせず、とりあえず E なんで、うん、E は AB。Mi です。Mi ですね。はい。ここですね。この A とか D とかってなってるのは、これはあの、キーボードの配列の話ですが、キーは関係ないですね。で、うん、まあ、さっき E だったんで、Mi ですね。うん。ドレミの Mi を押せば、もうこれで合うんじゃないかというちょっとやってみましょう。はい。流してみて。俺は、いや、別に隠しとってもしょうがないけど、俺は嫌だ。
あ、音色的にですか？あ、いや、キー的に。あ、キー的にですか？うん。あ、え、だけど、はいはいはい、俺は嫌だっていうか、俺は使わない、なとは思ったけど、でも、聞いてみたら、はい、あ、なるほどって思っちゃった。あ、なるほど、なるほど。うん。あ、こういう、自分ではこう、出てこない感じでした。そういうことですね。まあ、単音で、まあ、これは、シンプルに作っちゃうっていうので、まあ、なんていうんですか、メロディーとか気にせずに、うん、もういいで作ったんで、いいでやるのが一番、そうだね。まあ、こういうところで噛みついてもしょうがないですよね。で、まあ、ちょっとじゃあ、僕も。何正直に言ってんだ、ひねりを入れますけど、じゃあ。うん。まあ、こうしましょうか、じゃあ。だから、ミー、ドー、ドー、ドー。はい。で、やると多分、なんかまあ、ちゃんと展開みたいになる。すごいいいな。ちょっと、もう入れちゃう。あ、うわ、打つんだよ、もう。はい。うん、いい。まあ、こういう感じで。へぇー。すぐできた。で、これも、はい、このさ、はい、フィルターとかでさ、はい、そのベースの存在感とかさ、はい、そういうのはさ、ローパスとかで、あ、もちろん、もっと輪郭ぼやけかしたりとかもできるってことでしょ。そうです。もちろんボリュームもできるし、すごいね。で、今かっちゃんが触ってたこっちの方が、はい、アタックとリリース、まあ音の伸びと、あとは何これ、グライドって、グライド、ちょっとなんていうんですか、グライドさせる、まあ多分あ、サスティンとかそういうやつか、後ろですね、あ、揺れとか、後ろがグラインドされますね。これもさ、はい、3つってとこがさ、いいじゃん。これって、これは、連動はしてないよね。連動はしてないですね。これは多分、ひょっとして、機種によって連動するかもしれないですけど、はい、この機種はちょっとできなかった。で、一応なんかこの、ヘルプで、あ、ビューハードウェアマッピングスっていうのがあるので、おそらく、これサイトに飛ぶんですけど、うん、ここから多分機種に合わせた、これここはこういうのに使えるよっていう、すごいですね、見れるようになってるのかなというか、ね、よく作ったな、作ったな、ね、俺さ、これさ、これマジな話で言わせてもらうけど、はい、これ10万円でもよくないですか、このソフト、確かに、はい、ね、ちょっと結構脅威だよね。脅威ですね、うんうん、音いいですし、10万円ぐらいでもいいと思う、これ、ね、すごいわ。まあちょっとじゃあ、まあ、どんどん、なんか適当に、はい、じゃあ、なんか、どうですかね、ストリングスとか。ちょっと音色は少ないですけどね。ぽいぽいですよね、ぽい、うん、ちょっともう早速入れます。いや、そのままいくか どうかちょっと、いや、ちょっと長いですね、やっぱ止めた、はい、うん、さっきそのままいっちゃったのが尾を引きずってますけど。いや、これ失敗したのも、この男のクリーン、クリアっていうのがあるね、男のクリア、男のクリアって、オールクリアですね、うん、まあ手打ちして修正する方法もあるけどね。そうですね。ここが男のクリアです。
でもまあ、2が。もうこれだけにしておきます。うん。そうしようか。はい。すごい。すごい。もうこれだけで濃くないですかね。はい。はい、今のもう結局、これどうし。弾いたのって、この G を弾いたのか。え ?G でしょ。E と、あ、E じゃないの。G と B でしょ。ああ、そっか。すいません、ちょっとなんかいきなりすっ飛ばしてましたけど、うんまあ、ちょっとこういう、まあ、まあ、これは適当に合うなと思って、うん。だって、弾いて、はい、弾いて馴染んだらそれでいいから。まあ、それでいいですよね。うん、そう、うん。今なんかその僕、E なんで、E のそのみんなでこだわってとかって言うわけじゃなくて、うんまあ、そこはもう感覚でやってもらっていいと思うんですけど。そうだよ、ね。はい。でもこれで。合いますよね。合う。ちょっとまあパッドも。それやっちゃいけないですね、こうやって。そうだな。じっくり汗だくり。すげえ。スペーシーに見えて意外とドープなんですね、こういうのね。そうですね。うん、単音だけでいいですかね、こういうふうに。あしちゃったんで、さっきの消えちゃいましたね。うん、俺も思う。コントロール Z 使えるんですか、コマンド Z。あ、コマンド Z はいけます。うわー、すごい。これも簡単にやり直せますからね、皆さん。だいぶ、ちょっと途中。どちらかって言ってますけど、うんまあ、こんな感じでパターンを作って、これ今4トラックですかね。うん、で、作りましたと。すごい。もうこんだけでループで、4小節のループで、まあ、もう、ぽい曲は作れるかなと。いや、ぽいぽいぽい、うん。で、今これバーッと説明しながらやったんですけど、慣れれば多分どうですかね、うん、5分とか。無理ですかね、5分じゃ。いやー、はまれば、まあ、洗練されたら、ざっくり系とかだったら5分でいけますね、完全に。うん、なるほど。僕は、ちなみに、ループでバーって1曲っぽいの作るのに5分でできました。すごいっすね。っていうぐらい、まあ、作業効率がすごくいいソフトかなと思います。で、まあ、ここっすね。そうですね。うん、で、まあ、これ、今、イントロっていうパターンを作ってもうここに着目ですね。はい、もうこれ、俺も、この、ここ、今までも、はい、もう、はっきり言っても、もう、120点と言ってもいいです。もう、ほぼパーフェクトだと思い、もう、言ってもいいです、もう、はい、このソフトの出来が。なるほど。で、はい、こっから、これ、これもめちゃくちゃいい。構成が。そうですね。うん、めちゃ使いやすい。これ何かというとですね、まあ、今、イントロっていう名前で作ってたんですけど、うん、こっちを押すとですね、コピー、エンプティって出るんです。まあ、エンプティは空手にですね。空手にですね。コピーはまあコピー。どういうこと、まあ、イントロコピーしますよと。これを押してあげるか、まあ、この時代このボタンを連動していて、押すと出来上がると。これコピーしてできる？これコピーです。で、で、まあ、これもなんか DJR ですけど、シフトを押しながら押すと消えるみたいな。うわー、すごい。これ DJ の人しかわかんないけど、すごいよね。はい、うん。みたいなの。で、まあ、これ作りました。まあ、シーン2ですね。うん、で、まあ、これ、だいたいイントロって音数少ない方がいいと思うんで、はい。まあ、ちょっとシーン2は、うん。もうフルに、さっきのフルの状態にして、イントロを、うん。そうですね、ドラムだけ、ちょっともうクリアにしてますかね。消しちゃう。はい、全部消しちゃいます。ちょっとイントロ聞いてみますけど。
ボイスでからのシーン2だと、うん、すごい。でこれ4小節ループですね。このパターンがまず2つパターン作れましたよと、うん、で、さらに、まあ、ここを押してみましょう。でシーン3もうノリでどんどんコピーできちゃうんだ、はい、そうですね。でまあ、うん、どうですかね、ハットで盛り上がってたんで、うん、ハットを潰しましょうかね。あとは引き算の美学なんですよね、これ。そうですね。これなんかあの、ちょっとゲームっぽいですけどね。うん、この辺がちょっとなんかまだ僕、実は、こう、どうやったら綺麗に、今、すごい地味な作業してますけど。ここを、クローズの、はい、これ選んで、デリートじゃないですか。デリート。デリートはどこなのかな、クリアかな、あ、じゃあ、デリートキーじゃないですか。ああ、そうですか。うん。で、あ、サンプルが消えちゃいましたね。なるほど。なるほど。なんか、多分やり方があると思うんですね。はい。まあ、ちょっとこうやって、じゃあ我々もね、やっぱりね、こういうのを撮らせてもらうときに、100% 勉強してやると、いつまで経っても撮れないんで、そうですね。もうちょっとできたら撮るみたいな、はい、そういうスタイルですね。はい、でも、キックも来ちゃいます。うん。こんな感じで、来ちゃいました。で、これで、キックと。で、うん、ストリン、なんの、上音はいいんですけど、うん、そう、ちょっとこの辺の後で入れたやつが、うん、ちょっとなんか盛り上げちゃってるんで、うん、これもちょっとなしにしましょう。一回まあ沈ますっていうことですよね、要はね、うん。これはもうノリで全然、うん、音を作っていくことですね。うん、こうやって作りましたと。はい、で、まあこういう、イントロが来て、サビみたいな。そこから、A メロみたいな。パターンがどんどん作っていけると。これってひょっとして、はいはい、これでもできるんですか。それはできないんだ。選択はできますね。なので再生して再生した状態でいけば、この4小節流れちゃうんですけど、次切り超えた後は次切り変わる。おー、ただライブみたいな感じでできますね。でできるんですかね。パターンを読み出すみたいな風でやれると。なるほど。はい。で、まあ、ここで、まあ、パターンをバーッと作っていくんですけど。これってさ、はい、やっぱさ、はい、シーンごとに、イコライザーとかさ、はい、フィルターって、やっぱ効くんじゃないですか。例えば、はい、じゃあ4に、4、コピーしてもらって、一気くんのサンプルだけの音にしてもらって、そこで、ローパスかなんかかましてちょっと沈めるみたいな、はい。こととかして。ちょっとやりましょうか。はい。ちょっと、何言ってるかわかんないかもしれないですけど。要はその、このイコライザーとかフィルターとかっていうのが、今、三つのシーンをかっちゃん作ったと思うんですけど、シーンごとに設定が切り替えれるんじゃないのかなっていう。そういうことですね。はい。選択されてないからね。で、こういう風にしといて、で、これはこれで OK にしといて、
止めて、これやったら全部有効になっちゃうのかな。あ、これはそうなんだよ。そうですね。多分こちらの時点でですね。サンプル側の方で。なるほど。サンプル側だったらいけるのかな。本当ですね。しちゃってるんで、例えばこのシーンだけで、このトラックだけミュートみたいなとか、やると全部ミュートになってたりとかするんですよ、ね。なるほど。そこはちょっとその辺は泳いだな。そうですね。まあちょっと多分連動するような感じになってます。なるほど。はい。多分なんかさ、でもさ、最終的な曲を構成するのに、はい、もっと細かいあれがありそうな気もしないでもないけどね。そうなんですよね。なので結構突き進んじゃうと。うん、あれってどうやって復帰するんだっけみたいなのが、うん、僕作っていくうちに結構あって、ははははめっちゃわかる。今シーンって作ったんですけど、はいはい、あとあやらかしたなと思ったのが、うん、ここのシーン2がフルでトラック入ってると思うんですけど、うん、そうだね、ここで一回こっちにコピーした時にここで消しちゃうと、このコピー次コピーしたのがこの左側のをコピーされるんで、そうだね、消えた状態のが反映されちゃうんですよね。なんでここのを持ってきた時に、うん、それがうまくできないと。そういうことですよね。そうなんですよ。なので、まあ、例えば、エレガとしては全部フルバージョン並べて、シーンごとにやっていくみたいなとか、そういう、のはあると思いますね。まあ、後にフルバージョンを持ってきたい場合は、はい、これをアクティブにしてコピーすればいいってことでしょ、はい、これはですね、あ、そうそうですね、コピー、アクティブですね。そうですよね。これができないですよね。ああ。移動になっちゃうんですよね。ああ、はい。それはオルトプラスとかで。でも逆に言うと、うん、こうして、こうすればいいですね。そう。あ、そうですね。あ、そうですね。それをおっしゃってたんですね。あ、いや、じゃなくて、はい、めちゃくちゃ、動画内でめちゃくちゃ話し合ってる。すいません。はい、こうやん。はいはいはい。これで、はい、これを、こういう、はい、これをこういう風で、こうやると、はいはい、これがコピーされると思うんですけど、はい、これをアクティブにしといてコピーしたら、ダメですか？隣になってる。消えちゃってますね。隣になっ、エンプティーになってるね、なんか。あ、なぜか。ってことは、ちょっと、今、エンプティー。あ、できました。あ、できたよ、ね。あ、できた、ね。なるほど、なるほど。今、勉強できました、一つ。なるほど。これ、ほんとすげえぞ。だって、ノリでもボン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 決めてきれるし。そうですね。はい。うん、で、うん、ここまでだと、まず、まあ、パターンができただけなんで、はい、じゃあ、曲にするにはどうすればいいんだと。ちょっともう画面いっぱいいっぱいで、うん、どこにそんなシーケンサー的なのあるんだと思うんですけど、うん、ソングビューってやつを開いてもらうと、ここに実はいます。おぉ、これ全体の流れを。全体の流れ、もうここに曲、これ。あ、これじゃないんだ別に。そうなんです。これは パターンを作っていくだけで、で、ここからさらに。バンクみたいなもんだ、これは。そうなんですね。で、ここに、これ秒数出てるんですけど、すごい。組み込んでいくと。で、これ今、なんかデフォでイントロがこうやって入ってるんですけど、はい、賢いなこいつ。でもこれ押せばいいんだ。これは、うん、こうやって選択できるだけで、ああインするときはもうこれをこのドロップするだけです。おー、すごい。こういう風に、はい、そうすると流れるんですか。もうすぐですね。おーみたいな感じ。すごい、はい、で、この下にこう波形が出てますね。ですけど、これもセラート使ってる方だと馴染み深いと思うんですけど、確かに低域の方が赤で、うん、高域になっていくほど青っぽい色になっていくみたいな、うん、まあ、こう色のバランス、緑か。緑っぽくなってるみたいな。そうですね。で、結構スネアとかキックのポジションを、これで、まあ、目視できるみたいなのが、こう、曲を作りながらいきなり、ここで生成できますよ、みたいな。もうこれもなんかバランス取るのが、なんていうんですかね。結構、うん、作り終えました。セラートに取り込みます。そうすると、
レッドが全然ないみたいな、なんか多分低域のボリューム感とか全然なかったみたいなっていうのは結構あるんですけど、これだともう目で見て、この場でこのバランスが調整できるよみたいな。すっげえな、マジで。感覚で出れるっていうかですね。で、さっきのこの、ボンボン。ですね、ちょっとイントロっぽいの、イントロっていうかまあ、B、M のボンっぽいの。入れて、で、またさらに盛り上げる。一塊が、これ、4小節。したら4小節になってるわけですもんね。で、これ盛り上げる。で、どんどん吸着してくれるから。で、サビは、まあ、8小節。はい。で、まあ、もう短い曲にしますけど、で、イントロみたいな。まあ、イントロが、あの、音オフになるんで、アウトロ的な扱いもできるんで、みたいな風で。で、これも流してますけど。悪くないです、マジで。そうですね、なんか、うん、いい感じにもう出音が仕上がって出てきてくれるみたいな、うん、なんかもちろんマスタリングすれば、はい、もっと改善の余地はあるとは思うんですけど、そうですね、はい、そのインディーズレベルとかだったら、はい、もうそのままやってそのままもピッと、ね、出しても、はい、そんな怒られないレベルの感じはあるな。そうですね、すごい、はい、でこれは基本のこうドラムのあれですけど、はい、こういうアドオーディオ。オーディオってやると、うん、ドロップオーディオヒアって出てくるんですけど、はい、なんかちょっとじゃあ、ネタみたいな。ネタみたいな。オーディオ。まあ、コールですね。あ、いいですね。こうやって入れると、うん、ここに入ってくれるんで。あ、それがピリリってなるんですか？で、これ例えばこの頭に押すと、うん、すごい、しかもシンクしてくれてんじゃん。勝手にシンクしてる、うん、まあ、解除すればいいんですけど、うん、はい、なるほど、うん、みたいな、まあ、感じで、乗せれると。すごい、はい、参りました。素晴らしいです。うん、で、あと、まあ、説明しとくとことしては、うん、エフェクトですかね。うん、さっき、まあ、フィルターだとかってやってたんですけど、はい、エフェクトがかけれます。個別のトラックに。ほう。はい。で、このエフェクトボタンですね。FX って。ああ、FX、はい。殺すと、ここに。うん、あの、投資じゃない方ですね。そうです。投資じゃない方の FX ですね。あの、出てきます。で、もう一気くんも1ミリも笑ってくれなくて。で、各トラックに対して、こういう風に、はい、エフェクトがアサインできますよと。これもすごい DJ っぽいですよね。うん。で、これ今、DDJ SB3 の、はい、のエフェクトのとこ触ってますけど、つまみが連動してます。で、あとこの、アクティブも連動してます。まあ、SX とかだとつまみが3つあるから、より細かいパラメータを。そうですね。できますね。はい。これ今何が入ってるんですかね。ビートエコーが入ってますかね。ビート、あ、ビーム・ミー・アップ・エコーっていうのが入ってますね。はい。ちょっとよくわかんないですけど。よくわかんない。もちろんいいですから。そうですね。うん。このエコーが入ってますね。で、これで対応の幅だけ。ちょっとウェットな感じに、そうですね、できますね、うん、ドラムなんでちょっとじゃあなんか違うロボートにもかけちゃいますかね。そうしましょうか。はい。でデフォルトは、うん、まあ、さっきなんか入ってたんですけど、うん、ドラムは多分最初に最初から組み込まれてるやつなんで、ね、うん、まあ、ある程度入ってるんですけど、こういうふうに、まあ、空の状態になって自分で選ぶ、はい、でここから選んで、うん、
もらってもいいですし、あとエフェクトがこっちでも見れるのかな。こっちでもエフェクトが選べます。なるほどね。はい。で、まあ、あの、そういうエコーとかそういうの限らず、まあ、リミッターとかも入れますし。あ、セラートスタジオ独自の。ポライザーとかも入れますね。へぇー。ここで多分、ちょっとこう、触るんじゃないですかね。フィルターとか。ああ、そっかそっかそっか。はい。なるほど。さっきやろうと してたことができるんだ、これ。そうですね。まあ、ディレイとかちょっと。そうですね。入れてみましょうか。うん。もともとディレイっぽいんで、ちょっと途中でくしゃいましたけど、まあかけれると個別で、はい、でこうやって入れたりとかもできますし、こっちに関してはパッドごとにエフェクトが入れれると、という感じですね。すごい。はい。なんでまあマジかよ、音色ごとに。エフェクトを入れたりとか、まあ、当然ボリュームも変えれるけど、パターンも変えれますけど、あとキーとかテンポも変えれると。これ結構そのセラートサンプルでもできる機能なんですけど、サンプリング力がもう徹底してるね。徹底してすごい。そうですね。なんか何でもサンプルに関しては何でもできちゃうみたいなぐらい結構な機能性ですね。すごいね。はい。素晴らしいです。はあ。はい。でまあエフェクトができるとで。うん、もちろん個別のトラックも入れるんですけど、うん、マスター、さっきのシーケンサーですね、ソングビューってところですね、ソングビューのマスターを選択しておくと、うん、マスター自体にもエフェクトがかけれます。まあ、全体にエフェクト、エコーとかかける人はいないと思うんですけど、うん、まあ、これに、これデフォでマスターコンプレッサーとか、リミッターとか、ブライトナー EQ ですかね、なんかちょっとまあ多分、あの、派手に。エキサイターみたいな派手になる、ね。派手になるんですかね。まぁ、あ、ちょっとドンシャリになるみたいな感じだもんね。うん、デフォルトでこう、多分、書き出した時に、うん、あの、いい感じになりますよっていうエフェクトが、ものすごくシンプルに、はい、格納されてると。つまみもこれだけなんで。ちょっとさ、はい、実力値をさ、はい、測りたいんで、はい、ちょっと流して、はい、ちょっとコンプとか付け加えてもらっていいですか。そうですね。じゃあ、はい、あ、ブライトナー EQ です。ちょっと EQ なんで、まあ、若干フィルター的な役割も持ってるんですね。そうだね。で次はマスターコンプレッサーにします。波形が潰れてきます。あ、ほんとだ、すごい。すごい、賢いな、こいつ。結局、あの、なんですか、出来上がりはもう波形なので、うん、波形がもうこうやって、リアルタイムに変わっていくと。こうやってやると、こう、波形が潰れてきますよ、みたいなのが、目で見えるってすごいですよね。で、潰れてきてノーマライズできるから、はい、その分原因が上げれると。上げれるよ、ということです。ノリ波形がもうできる、簡単にできちゃうと。すごいっすね、はい、これ便利ですね。便利ですね、はい、まあ多分バチバチの曲を作るんだったら、うん、あの書き出ししてミックス別でやってとかってやった方がいいと思うんですけど、うん、本当にパッとこうサンプルで音源を作るとか、うん、あとでも、まあ、エディット DJ エディットみたいなのとか、うん、マッシュアップみたいなのをパッと作りたい時とかにも、うん、やれてる時はもうこれでパッとやれちゃうと。本当そうだね。はい。ただまあ、あの、ヒップホップとかの場合だったら、はい、その、生で書き出して、それなりの原因調整だけして、やって、はい、ラップを入れてから、リミッターとかマスタリングとか、マスタリングかけた方がいいですけどね。はい、ただもうこれだけで、それなりに、やれちゃうと。聞かしたい場合は、もうこれでやっちゃえばいい。そうですね。すごい。便利ですね。すごい。はい。うん。うん。まあ、
もうここで、で、あとは、エクスポートソング。うん。エクスポートマスター。はい。まあ、これマスターなんで、この今の、このノリの波形ですね。うん。これがそのまま書き出されることもできますし、エクスポートステムス。まあ、パラデータとかよく言いますけど、うん、まあ、ステムスファイルですかね。バラ、パラデータ。うん。うん、まあ、トラック、バラバラのデータですね。すごい。はい。で、ディクリエースオーディオアウトプットフォーステムスファイルスバイ6デシベル。マスタリング用に、ちょっとボリュームを調整した、パラ、ステムスファイルを出せますよっていうのと、あとこの、今これオフになってますけど、これが入ってると、ドラムラックのパラデータ。なので、キックだったりスニアのパラもこれで書き出せますよと。なるほど。これ、はい、このディクリースアウトプットフォーステムスファイルの 6dB っていうのがあって、はい、これネイティブインストゥルメンツのセミナーの時に、すげえ話題になって、はいはいはい、って言っても俺とモーニングセットのノリ君の間で話題になっただけなんですけど、その、例えばその4トラックある時に、はい、その全部フルで上げた時に、はいはい、結局一個一個のデシベルがマックスだったら歪んじゃうんじゃないのとか、何らかのリミッターが発動せざるを得ないよねみたいな、はいはい、そうすると音悪くなるじゃんみたいな話があって、だからそれに対する対抗措置なんですよ。これちょっとマニアックすぎるんで話があれですけど、多分 6dB これ下げて、そうですね、うん、こうミックスした時にいい状態に、うん、そう、はい、すげえなこいつ、いや賢いですね、賢い、はい、いや分かってるわこれ作ってる人、う、ね、うん、なんでもう本当にこれでバーッと曲を量産して書き出すっていうところまで、もう多分今説明させてもらったのだけでできちゃうんじゃないですかね。いや、できますね。はい。うん。あとはセンス。センスはとありますけど、まあ大体コードとかで起こってやれば、結構それなりに形にはなると思うんで、ぜひ試してみていただきたいなというソフトウェアですかね。はい。はい。という感じで。ちょうど1時間ぐらいか。そうですね、ちょっと長くなっちゃいましたね。こういうのはやっぱり値段かかっちゃいますね、うん、どうしても。いろいろ予算を使おうと思うと。多分だってこんなんさ、はい、今日話したのってさ、はい、全機能のうちのさ、多分 10%、20% ぐらいだと思うんですよ。そうですね、ちょっとまだ追い切れてない機能とか、あとまあ、うん、ありますよね、癖みたいなとか。そうだね、はい、なんでまあ、そう考えるとさ、はい、もう10時間とかかかっちゃうからね、全部解決しようと思う。そうですね。なんで、まあ、これぐらいがいいのかなっていう感じですけど。はい、そうですね、これで、まあ、もうすでに持ってる方だったりとか、ちょっとコントローラー検討されてる方も、うん、作曲にも、トラックメイクにもちょっと興味を持っていただいてっていうところですかね。はい、なるほど。そうですね。まあ、一応、陽介管理人の評価としては、はい、今ってさ、俺すごく、なんていうか、あんまちょっとネガティブなこと言っちゃうかもしれないですけど、はい、みんながこれだってなったら、はい、これしか売れないとかっていうのがすごいあって、いや別にいいんですけど、はいはいはい、全然。まあまあ手堅いっていう意味もあるんですか、ね、そう、手堅いっていう意味もあって。はいはい、だから、もうみんな右へ習いみたいな。だから MPC だったら MPC、はい、マシンだったらマシンとか、はい、まあみたいな感じで、はい、割となんかこう、まあ決まってる。まあ日本だったら例えば DAW だったらキューベースが強くて、はいはい、もうダントツで強い。はい、で、まあ、キューベースだったらキューベースみたいな感じで、ライブだったらライブとかってなっちゃうんだけど、はい、で、例えば、はい、かっちゃんは、リズンっていうソフトを使っていて、はい、まあ、俺もずっとリズン使ってたんですけど、はい、それはそれで本当に面白みがあって、そうですね、はい、で、やっぱり何使っても本当によくできてるなっていうところがあるんですけど、はい、そんな中で、こいつの評価が、はい、その、低いっていう次元じゃなくて、はい、みんな多分触ってないから、はいはいはい、この凄さが、はい、多分まだ知られてないですよね。ああ、そうですね。なかなか認知がまだ広まってないですよね。うん、ですよね、はい。で、これ、本当に MPC とか、はい、それ級の発明だと思いますね、はい。もうめちゃくちゃすごいと思う。そうですね。びっくりした。これはもうなんか、大体最近の機材ってさ、はい、なんか、まあ、この前は何だったっけ、ほら、デノンから出てるやつ。プライム GO か。あっちで、一体型のやつですか。うん、プライム GO とか、はい、ああいうの面白かったけど、
本当にあすげえなって自分だったら絶対作れないなみたいな、はいはいはい、まあ、別にプライムゴー作れないですけど、うん、プライムゴーもめちゃくちゃいいなと思ったけど、はい、これはもう完全にもうなんか作った人をもう本当にもうマックスに尊敬しますね、はい、そうですね、うん、なんかこ もうみんなそんなになんていうんですかねハードル高く思わなくていいんだよって言ってくれてるみたいな。いやいや、本当にそうですね。そういうことですね。うん。ガンガン作っちゃってみたいな、なんかもう太っ腹みたいな。うん、ですね。これ DTM の歴史に名を刻むか、まあそんな入らんかったら全然刻まないかもしれないですけど、でも、これはね、ちょっとうちらもさ、はい、やっぱ今さら紹介してることを恥ずかしく思うし、はい、もっともっとこれ、やるべき。そうですね。うん、で、もちろんそう、10万、20万出して MPC とかマシン買うのも構わないけど、はいはいはい、もう2万円でコントローラー持ってたら、はい、もうこれでやっちゃうみたいなのは、いやー、ぜひ入れていただきたいですね。全然ありっすね。全然ありっすね。一輝くんどう思いました？いや、めちゃめちゃ良かったっすね。いいよ、もっと喋って。いや、全然これで十分です。波形見れるのめちゃめちゃいいと思いましたし。そうね。シンプルですし。サンプリング多様派の人とかもそうですね、はい、サンプリング野郎はもう結構うん、うん、結構使ってもらって多分しっくりくるんじゃないですかね、うん、一番しっくりくると思いますね。でちなみにですね、洋介管理が触ってた中で、はい、ここのですねプラグイン、はい、あプラグインが使えるっていうふうになってるんですけど、これは相性とかがあるから、はい、例えばそのコンプリートとか、なんか他のなんかそういう、なんか、ま、いろいろとプラグインがありますけど、はい、アイドトープとか、はいはいはい、っていうのは、そこの連動性っていうのは、その、なんて、全部が全部使えるっていうふうには思わない方がいいかもしれない。そうですね。うん。うん、確かに。ただまあ、そこも多分これ盛り上がったらどんどん改善されていく可能性は非常にあるなぁなんて。はい思ったり。でもなんか、選択肢が少ない方が迷わないっていうか。そう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 。うん、あ、これでこれでこれでっていう風で、うん、チョイスして作っていった方が、うん、多分迷わないですよね、本当に。そうそうそう。あれもこれもできるっていうようなソフトじゃないっていうか、はい、うん。そこがまたいいですよね。そこもまたいい。めちゃくちゃいい、うんで。なんかもっとこういうことやりたいってなった時に、また次のステップに行けばいいわけですし、そう。そこにも行けない人もやっぱ、いきなりそういう、何でもできるダウを買っちゃうと、そこにも、行き当たらずに終わっちゃうってこともあるので。いや、それめっちゃ多いっす。はい。うん。これだともう、多分そこが逆に言うと、見えるのかもしれないですね。うん。DAW だと、もっとここの、さらに進む、さらに先があるんだっていうのが多分分かってくると思うんで。うん、もうこれが全然その、全く何もできないですよってわけじゃないんですけど。うん。はい、やっぱり限界はあるので。ですね。はい。やっぱね、音楽愛に溢れてる。俺ね、もう、決めたっていうか、あ、これも去年出たんか。去年ですかね。去年の年末ですよね、はいはい、確か。うん。だからまあ今年紹介するっていうことで言ったら、はい、俺も今年一番です。ダントツ一番です。もう2020年、コロナイヤー。はい、コロナイヤー。もうダントツ一番機材です、これ。もうこれを超えるやつは年末まで俺出てこないという確信があります。おそれぐらいすごい。すごい。うん。本当にみんな触ってほしいです。レコメンドが出ちゃいましたね。いやいや、もう本当に、はい。はい。ちょっと正直に、そこはもう正直にもしか言わないので。はい。デノンのプライムGOも良かったし、MPC Live 2もめちゃくちゃすごいなと思いましたけど、はい、ちょっとね、そういう次元じゃないわ、これ。そうですね、はい。新しい国を作るみたいな、そういう、だから信長級ですね。そうですね。はい。なんか、新しいカルチャーがまた生まれてきそうな。いや、もう、ね、ナポレオンとか信長級ですね。そうですね。うん。まあ、そういう感じ。はい。はい。まぁ、あ、ちょっと機会があったらさ、またなんか、ちょっと、やりたいですね。そうですね。ちょっと、僕もなんか、あんまりかっこいい曲作れなかったんで。いや、リベンジしたいです。いやいや、まあ、うん。なんで、まぁ、あ、ちょっと、一輝くんの公式リミックスに入れるように。そうですね。ちょっと頑張ってもらって。一輝さんの曲を、無駄にしてすいませんでした。怖いな。本当怖い、まあ、そういう感じなんで。ちょっと、だから、これどんどんさ、もっと流行らせてっていうか、なんかコミュニティみたいなの作れると面白いかもしれない。そうですね。はい。うん。まあ、そういう感じなので、まずはですね、フリートライアル版がありますので、はい、それで皆さん、コントローラーね、持ってる人は試してみて。連動して、はい、試してください。あ、
で、コントローラーなくても、一応、もちろんマウスでできるから。そうですね、マウスでも入れますんで。うん、はい、もう誰でもかんでも、一回試してみると、いいんじゃないかなと。はい、ね、あった方が、まあ、こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか、うん、全部連動できるんで。うん、で、コンピューター強い人とか、はい、あとサンプリングとかは別にそんないらないですっていう人は、別に、あ、これじゃなくても、あの、もっといいやついっぱいありますんで、はい、そういう人はそれを選んでもらってもいいですけど、ね、はい、まあそういう感じでございました、はい。はい。じゃあそういうことで、はい。あの、セラトスタジオよかったら使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。